僕のモチベーション、奥さんが怖いから。もし奥さんが優しかったら、僕は安サラリーマン生活に満足してのんびり暮らしていると思います。月のお小遣い14,000円、今でも14,000円です。その中から携帯代、散髪代、その他もろもろ込みです。でも FX で逆襲したいと思います。夢は逃げない、逃げるのはいつも自分だ。はい、お世話になります、ジュンです。今日も情報を発信させていただきたいと思います。本当ですね、もうすぐ定年なんですけど、30代の後半にですね、大きくですね、会社の方の業績というか悪化しまして、いろいろありまして、給料がですね、またボーナスも大きく下がりました。それによってですね、いろんなアルバイトですね、アルバイトニュース片手にですね、駆け待ちしました。それで、その後ですね、インターネットの可能性をして、YouTube 配信をしております。そして FX で逆襲したいと思います。はい、喜びの声をいただいております。はい、1ヶ月で、最低ロット倍率4万3000円がなんと82,397円になった、喜びの声をいただいております。その他ですね、大きな喜びの声をいただいておりますので、また、ご紹介させていただきたいと思います。はい、50代はですね、再就職とか資格を取って、チャレンジするよりですね、FX の方が簡単だと思います。受験勉強の公式単語はですね、少なくても2000とか3000種類以上あります。しかし FX の基本概念は多くても30種類でございます。その中でもですね、ロースク足ですね、坂田五法で検索してみてください。ロースク足は、江戸時代日本人が開発したものでございます。それをまとめたものがですね、人間心理としてまとめたものが坂田五法でございます。人間心理がこのロースク足には詰まっております。どの部分で買いたくなるとか、どの部分で売りたくなるとかですね、どの部分で楽観視して、どの部分で恐怖が生まれるか、全てですね、このチャートパターンに、凝縮されているわけでございます。江戸時代も今の人もですね、人間は人間、感情は同じでございます。はい、それプラスですね、純のミラトレで、どの部分で売買したか全て分かりますので、FX の安い本とですね、純のミラトレで FX を攻略できるかと思います。はい、新たにですね、安全機能をこちらつけました。ヤフーファイナンスの停止機能をつけました。これによって安全性がかなり向上しております。はい、解約方法とか出金方法はですね、責任を持って私が何度でも何度でも説明をしますのでご安心ください。いつでも自分の意思で出金、解約できるのがですね、純のミラトレシリーズでございます。はい、ロットバイルト 100% の利益が2637円でした。その時にロットバイルト10分の1、ロットバイルト 10% の時になんと利益が1096円ありました。低ロットバイルトの方がですね、利益率が高いわけでございます。はい、神さんに内緒で YouTube している純でございます。ですので、奥様に内緒で、ご主人様に内緒で FX をしませんか。また純の個人 LINE の方にお登録ください。個人 LINE ですので、LINE アットと違って凍結の心配もありません。ゆっくり待ったり、優しくサポート、私の生命線でございます。はい、まだまだですね、FX はですね、ブルーオーシャンでございます。時間労働は、代わりはいくらでも言うんですけど、FX はまだまだ、稼ぎ方で言えばですね、ブルーオーシャン FX でございます。完全にそれを手数料0円でですね、できるのが純のミラトレシリーズでございます。ポジション精査機能を完全解説します。1万5000円入金ボーナスがつきます。入金ボーナスというのはですね、このミラトレの中で使えるお金でございます。お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。アクション、人生はアクションでございます。新しいヤマトもですね、ポジションの精査ロジックで安全性がかなり向上しました。かなり向上しております。はい、同じ努力するのは時間労働以外、時間の切り売りの努力以外のですね、新しい努力、それが FX だと思います。それにですね、新たに挑戦しましょう。それが手数料0円で1万5000円からできるわけでございます。はい、グレート誕生しました。画期的なポジションの精査ロジック、決済幅が変動します。これが効いております。ヤフーファイナンス正式機能もつけました。安定のユーロ、USD ベースに運用してまいります。はい、ポジションの精査ロジックの説明です。全ミラトレに搭載しております。従来の純のミラトレはですね、ロットバイルで 100% の初回エントリーが 0.1 ロットだったんですが、これを 0.01、10分の1に下げました。大幅に下げたことに安全性が大幅に向上したんですけど、逆にですね、低ロット倍率の方はなかなかエントリーしなくなりました。100% がですね、0.1 の時にですね、初めて、0.01 でエントリーします。0.01 です
ですね、0.01以下のですね、単位はありませんので、100% が 0.01、いや 0.1 ロットエントリーしたときにその10分の1なので 0.01 でエントリーするというふうなことで、なかなかエントリーしなくなったんですけど、それまでエントリーしないので優位なところでエントリーできるというようなことで、利益率が高くなるわけでございます。もちろんですね、低資金、の方が、いや、もちろんですね、利益額が大きい方が利益、資金額が大きい方が利益額は大きいのはもちろんでございます。それでは説明します。6月13日21時31分、ロットバイルズ 100% の利益は5923円でした。その時ロットバイルズ 60% の利益は4056円でした。5923円の10分の6は3550円ですが、利益が4052円ありました。はい、6月4日16時25分の例です。ロットバイルズ 100% の利益は2637円でした。その時ロットバイルズ 10%、10分の1なのになんと利益が1096円ありました。ロットバイルズ 100% の利益は2840円でした。その時ロットバイルズ 20%、5分の1なのに1189円ありました。2840円の5分の1は560円ですが、利益が1189円ありました。ロットバイルズ 100% の利益は1846円でした。その時ロットバイルズ5分の1の 20% の利益は1069円ありました。1846円の5分の1は360円ですが、なんと利益はですね、1069円ありました。比較して、低いロットバイルズ設定の方が高い利益率を誇っております。途中からお金がいるとか一切いません。手数料は無料でございます。個人ラインで永久サポートをさせていただきます。 IS6 さんの口座開設しないとミラトリはできません。純の個人ラインですね、 IS6 さんのリンクを送りますので、そこをクリックして登録してください。メールアドレスだけで簡単に登録できます。今までボーナスが1回だったんですけど、ボーナスが3回に増えました。このパーセンテージでボーナスが付与されます。このボーナスというのはですね、このミラトリの中で使えるお金でございます。設定も非常に簡単です。資産というところをクリックしていただいて、緑のミラートレード設定をして、動作設定をオンにして、最低資金3万円の場合、ロットバイルズ 10% にして設定保存する。これでもう自動的にミラートレードスタートします。自動的にスタートして、自動的に止まって決済します。やめたくなったら、自分の意思でやめれます。2、3ヶ月してもうそろそろやめたいなと思ったら、動作設定をオフにして設定を保存する。これでミラートレードが止まります。そしてポジションがない状態で出金解約してください。ポジションがない状態とか出金解約方法はですね、何度でも何度でも私が説明しますので、個人 LINE の方にお問い合わせください。はい、安定の月利 20% ですが、借金は 50% ぐらい回っております。15.5 ヶ月フォワードテスト破綻なし、グレート誕生しました。丸1、相場と家のロジックがないと持ってるお客さん。丸2、もっと臨機応変に対応してくれるシステムがいいと思ってるお客さん。丸3、手堅くずっと運用できるシステムがいいと思ってるお客さん。もしあなたがこの3つのうち1つでも当てはまれば、このグレードが解決策になるかもしれません。当然システム運用ですから 100% はありませんが、長期目線のでの運用に適したロジックとして開発しております。推奨ロットバイルズでお願いします。ついついですね、欲が出てしまいますが、最初は無理のないお金で自己責任でお願いいたします。はい、それではですね、利益を見ていきたいと思います。フォワードテストでございます。実働期間は2022年の11月1日から2024年の4月18日、15.5 ヶ月、1年以上破綻なし、ロットバイルズ 100% で、プラス154万円です。合計200万円以上になっております。1ヶ月で利益が10万円弱の利益でございます。月利、長期にわたって、1年以上ですね、月利 20% 以上で、ぐらいで回っております。それでは直近の利益は 50% で回っております。実度フォワードテスト、はい、5月19日から6月19日、1ヶ月破綻なし、ロットバイルズ 100%、30万円、ロットバイルズ 100%、30万円でプラス15万816円でございます。15万816円、月利 50% の数値でございます。30万円完全放置、1ヶ月で30万円完全放置で、はい、プラス15万816円、15万816円ですね。はい、このようにロングとショート、コツコツ利益を出ております。はい、こちらが実際の MT4 の実績動画でございます。はい。はい、全ミラトレに搭載しております利益ですが、ロットバイルズが低い方が利益率が高いわけでございます。2637円の10分の1は263円ですが、なんと利益が1096円ありました。はい、エントリーロジックオール対応でございます。マルチタイムフレーム分析といって、複数の時間弱チャートを総合的に分析してエントリーするかどうか判定しております。
はい、これが聞いております。決済幅が変動します。相場の状況によって決済幅が可変します。急激な相場では決済幅が広がります。逆に、際どいところでは細かく決済してまいります。利益のところ、取れるところではとことん追求するロジックになっております。グレートは完全無料です。無料で終わってします。純の個人 LINE に登録の上、グレートとメッセージをください。はい、ヤフーファイナンス定式のアメリカの経済指標の星5つの発表の前後は、ミラトリが完全停止してまいります。はい、1万5000円からできます。1万5000円でプラス1万5000円の 100% 入金ボーナスがつきます。この 100% 入金ボーナスというのはですね、ミラトリの中で使えるお金でございます。少資金からですね、FX の入門用としていかがでしょうか。ここで勉強されてですね、薄っぺらい、FX の本とですね、純のミラトリで勉強して、後々の裁量トレードにチャレンジしてください。はい、1万5000円から実質できます。IC6 さんのリンクを送りますので、メールアドレスだけで簡単に登録できます。登録方法もですね、わからない場合は何度でも私に聞いてください。設定も非常に簡単です。資産というところをクリックしていただいて、緑のミラートレード設定をして、動作設定をオンにして、ボーナスの合計で3万円の場合はロトバレット 10% にして設定を保存する。これで土日も完全放置で、自動的にスタートして自動的に決済します。やめたくなったら自分の意思でいつでもやめます。やめる方法はいつでも私に聞いてください。ミラートレードとはですね、月々の経費ですね、VP サーバーとか、めんどくさい MT4 の設定とかインストール一切いりませんが、利益が出たら大体監修報酬手数料の名目で3割ぐらい発生するんですけど、なんと純のミラトレシリーズは全て0円です。永久0円です。本当です。後からお金がいるとか一切いませんのでご安心ください。はい、メリットはですね、危険な相場運営が管理します。重要な経済指標の前後は完全停止します。お客様は自分の意思で停止できます。グリーン運用もボタン1つ、スマホで全て完結です。完全永久手数料0円をですね、お約束します。はい、どんな方が向いているかというと、 FX の初心者の方、相場の判断に迷う方、感情が入らない1回的トレードをしたい方、スマホで全て完結できます。 MT4 の設定が困難な方、 MT4 はいりません。パソコンがない方、パソコンとか一切いりません。スマホで十分でございます。ゴールド系の UA しか運用してない方はゴールドは使いませんのでご安心ください。推奨は安全設定はですね、 5万円ロットバレット 10%、 10万円ロットバレット 20%、 15万円ロットバレット 30%、 最高150万円ロットバレット 300% ですが、最低資金3万円ロットバレット 10% でもグレートを安全に回っております。資金が増えれば複利運用できます。複利運用するにはですね、資金が増えたらロットバレットを上げたら複利運用できますし、資金が増えてもロットバレットをそのままだったらですね、先ほどのフォワードテストのようにですね、長期で運用できるかと思います。はい、安定の月利、最近は 50%、15.5 ヶ月、フォワードテスト破綻なし、グレート誕生、画期的なポジション、セルサロジック、決済幅が変動するロジック、ヤフーファイナンス停止機能を追加しました。はい、低資金、無資金が低い方の方がですね、高い利益率を誇るグレート絶好調でございます。安全性抜群でも高い利益率が出ております。ぜひとも純の個人 LINE ですね、登録してください。個人 LINE ですので、ラインアドと違って、凍結の心配もありません。ゆっくりまったり、優しくサポートですね。私の生命線でございますので、お気軽にお友達になってください。YouTube チャンネルの方もですね、どうぞよろしくお願いします。本日は以上でございます。ついてる、ついてる、ついてる。俺たちはラッキーだ。私たちはラッキーよ。